こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、Jさんね、そうですね、アドバイスすることとして言えば、コンテンツのことからいきましょうか。動画コンテンツでアクセスを伸ばす方法としては、やっぱり共感を呼ぶことかなと思うんですよ。そのためには、喜怒哀楽の感情を自分自身がはっきりさせることによってね、例えば何かに対して怒りを持った時っていうのは、しっかりと怒りとか憤りっていうのを表現して、で、まあ何かをね、はっきり言うと攻撃することなんですよ。で、私が気をつけてるのは個人攻撃ではなくて権力に対する攻撃とかね、原因に対する攻撃ですよね。で、誰がやったのかではなくて何が悪かったのかっていったところに対しての攻撃とかっていうのは、人を傷つけずに共感を呼びやすいのかなと思ったり、自分に置き換えてね、自分をその立場に置いた時にはこうするべきだったんじゃないかなっていうふうに共感を呼ぶことかなと思います。これが一つ目のキーワード、共感ですよね。で、二つ目っていうのは次の動画発信に期待していただくことですよね。一つの動画を見た時に次も見たいなと期待させるとチャンネル登録が起きるわけですよ。で、それにつれてアクセスも伸びてきます。まあ、数百本の動画を撮っていくとこの辺は顕著に出てくるんで、ご自身の作った動画を振り返ってみてね、どういったものがチャンネル登録を生んでるのか、要するに次に期待させてるのかってことをつぶさに見ることが必要だと思います。まあ、これが慣れてくると別にチェックしなくてもね、どんな動画なら伸びるのかとかね、どんな動画なら解除が起きるのかってことがだんだんつかめてきますけども、最初はしっかりとした検証が、プランドゥーシーチェックが必要だと思いますね。で、3つ目の動画の作り方のコツはですね、まあ、いわゆる問題解決が入ってるかどうかってことなんですよ。動画を作ります。3分だろうが5分だろうが10分だろうが、何かの問題解決を求めて人は検索して動画に行き着きます。その時にあなたの解決したい疑問はこれじゃないですかっていうふうに最初にサムネイルやタイトルで与えておいて、動画を見てるうちに結論が出てくると、こういうふうにすれば解決するんですよと、そのための事例はこういうことがありますっていうふうな形で作ると、失礼しました、動画に期待していただけるようなね、そんなコンテンツが出来上がるんですよ。要するに動画を1個見ると何か問題が解決できてすっきりしないといけないんですよね。あ、なるほど、そういうことだったのかっていうふうに思っていただけるような、そんな形が必要になってきますよね。だからそういうのができてるかどうかってことを確認する必要があるんじゃないかなと思いますね。これがだから動画コンテンツについて言えることです。で、次なんですけども、売上を上げるってことですよね。売上を上げるためには商品がなくてはいけません。商品がない場合はみんなの銀行みたいなね、突発的に出てきたやつを紹介していけばいいんですけども、まあ、これが思わない、振るわないってことになると、ちょっと商品が受けてないんだろうなと、自分のライフスタイルの中にいる人間関係にはこれが受けないんだろうなと考えることができます。まあ、ですんでね、やっぱ売れる商品を探していかないといけないかなっていうところはありますよね。例えばみんなの銀行ね、取っても紹介するだけで終わるのか、紹介した後どのように使っていけばいいのかっていうことを語りかけることによって、じゃあその前提としてみんなの銀行っていうのはスマホに入れとかないとなっていうふうに思っていただけるのかっていうところもありますし、まあ、日々ねこういった今なんですか、インストールしていただければ1日1000円っていうものがあるんだとしたら、じゃあこれをね、1ヶ月、まあ、10人の人には紹介して1万円にしようかなっていうふうに、まあ、会社みたいにノルマ設定、目標設定をしてそこに向かっていってね、じゃあ1週間に2人とか3人だなっていうふうに、やっていくのか。そうするとそのみんなの銀行を広めるがための機会も設けるってことになったり、何人の人と出会っていこうかなってことになったり、断られた方にはどういったアプローチをしていこうかなっていう考えになっていくわけなんですよ。まあそういうふうにね、ビジネスっていうのはやったけどダメでしたとか今月あんまりできませんでしたではなくてですね、目的は絶対なんですよね。で、それに向かってどのぐらいを逆算してやっていくのかってことなんですよ。で、おそらく会社勤めをしているとその感覚はね、ものすごく深く身についてるはずなんですよ。まあ身についてない人もいますけどもね、例えば何がしかのノルマを与えられて、そのノルマは絶対必達だ、それをするために残業したり徹夜をしたり休日出勤したりっていうのをするはずなんですよ。ただ言われるがままに
オーバーワークしてみたりとかね、なんかプラスアルファでしてみたりっていうのもありますけども、飽きて言われなくても自分のやってることがね分かって、言われなくてもやるべきことができてね、それでまあ一つの仕事になると思いますし、まあ大体もともと仕事っていうのは自分の与えられた領域をパーフェクトにこなさないと組織全体がうまくいかないんですよね。でもなかなかね、まあ、会社勤めしてると自分ができてないところもなんとなく全体として見たら微々たるものだっていうふうな感覚になっちゃうんですよね。でもそんな思いの人が集まっていく会社っていうのは早晩潰れていきます、あと少なくとも待遇は上がりませんよね。であとね、もう一つあるのがすごくね怖いことなんですけども、自分はできていると思っちゃうことなんですよ。一つの会社の中で自分の職位領域はまあ達成できてるだろうと、このぐらいでいいだろうと思っちゃうことなんですよ。で本当にそれができてるんだったらね、それよりももっともっと規模の小さい自分のやっているビジネス副業、月に5万10万程度のものは楽々こなせているはずなんですよね。でこういうふうに考えていくと、やっぱりねまだやらないといけないことが残るんではないかなと思います。それこそね、例えば1年かけて何か目標を達成しようとした時に、最初はものすごくモチベーション高いんですけども、どっかで慣れてくる自分がいるんですよ。逆にもっともっと負荷をかけていかないといけない。例えば1年間の12ヶ月のレースをするとして、1ヶ月目にやったことと2ヶ月目にやったことが同じじゃいけなくて、2ヶ月目にはねプラスアルファ1ヶ月目プラス 5% とか 10% とかの負荷をかけて、それでも同じようなスピードとか段取りでこなせるようになった時に 5% 分 10% 分2ヶ月目は力がついたねってことなんですよね。そうやって力をつけていく蓄積の6ヶ月目7ヶ月目8ヶ月目に結果がやっとついてくるって形なんですよ。だから結果がいまいちついてこないなってことは、この負荷のかけ方がプラス 5% プラス 10% って感じで毎月毎月増えていってるっていうよりも、逆にちょっとね減らしていってるんではないかなと思うんですよ。まあそろそろまあ2ヶ月目3ヶ月目頑張ったから、今回はちょっとレジャーを大事にしようかなとかね、どっか誰かと遊んじゃおうかなとかね、それ決して悪いことではないんですけども、ただ後回しになっちゃうことが多いかなと。特にね1年間ちょっとビジネスにぶち込んでいこうと思って計画を立てたんだったら、1年間はビジネスに魂売らないと、もう多分生涯で今年以上にやるときって来ないと思うんですよね。ということは今年成果出なかったら今年以上にやらない翌年とかその月っていうのはもっと暗いですよ、でこれ個別のことを言えばね、瞬間的に暗号通貨で稼ぎましたみたいな月があるということは、こういうボーナスは来年ないんじゃないかなって考えたら、来年シリーズモビじゃないのとかね、やべえぞ3年目とか言っていつの間にか会社員のライフサイクルに戻っちゃうぞとかね、そういうふうにちょっと尻に火をつけないといけないかなと、だからねここら辺がつかめるとね、今の暮らしから抜け出して収入から抜け出して自分の求めている人生にたどり着くのはそんなに遠いことじゃないんですよ。でもいつの間にか今までの自分のライフサイクルの延長線上にプラスアルファ何かをやってるみたいなね、そのぐらいになっちゃうんですよね。だからそれじゃまずいかなと。ちょっと前にドラゴン桜2とかね、半沢直樹みたいなドラマがあって、結構ねそれを見るために時間を作った人っていると思うんですよ。でもその番組が最終回を迎えて、で今その時間を作らなくても、ドラマを見る時間を作らなくてもよくなるわけじゃないですか。でそれテレビドラマを見るんだったらそれでいいんですよ。やってる時に今日はテレビがあるから、好きな番組がやってるから、そのために他のことをちょっとね差し置いてそれを見ようかなっていうのは、ね、テレビならいいんですけど、ビジネスはそうはいかないんですよね。金を稼ぐっていうのは筋トレみたいなもんでね、ある意味やり続けないと力がつかないんですよ。やめた瞬間、休んだ瞬間に力はね半分以下に落ちちゃいますからね。だからこの連続感っていうのがすごく大事なんですよね。まあですので稼げないことにものすごくダメージを受けないといけないんですよ。やべえと、俺会社でビジネスを教わってきたのに何年も何十年も、
なんで自分のことになるとそれが使えないんだとかね、同じビジネスですよね、同じ仕事なんですよ、誰かに求められていることを作業とかね段取りして、でそれがこなせて月末になると締めて自分の成果を評価した一つの結果としてね、お金が振り込まれるって形なんですよ。言ってみればそのサラリーマンっていうのは会社に対して会社を顧客扱いして自分をセールスしてるって話なんですよ。で自分のできることは会社という顧客に対してできることはこれですよっていうふうにアピールして入社してるんですよね。だからそれを使い続けて、しかもその使ったスキルはどん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 高くなっていかないといけない。1年目にできたこと、2年目はもっとね、パフォーマンスが上がってきて、3年目はもっといい、4年目はもっといい、5年目は、10年目はもっといい、もっといいっていうふうにどん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 負荷を 5%、10% ずつかけていって、5年経ったら10年経ったらとてつもない、ね、力を持っていて、それこそ会社の根幹を成すような人物になっていると。だったら給料も絶対上がってるし、職位も上がってるし、もうその会社としては重鎮ですよね。すごく際立った存在になるんですよ。そうなるとはっきり言って副業なんていらないような暮らしを送ってるはずなんですよ。でも副業を考えたりとか、その会社を出て別の収入源、自由な時間を考え始めてるってことは、その会社の中でいまいちなりきれなかった自分がいるっていうところも、怖いことながらね、気づくと思うんですよね。じゃあですよ、会社の中に自分のそういったミッションを感じれなかった、いまいちなりきれなかった自分がいるってことをもし認識したんだったら、会社じゃない副業とかね、最初は副業、自分のビジネス、企業、そこで今度は、いわゆる仕事なりね、金をつかむ手段を掘り込まなかったら、じゃあね、男としてね、十分稼げない人生がそこにつきまとうってことになっちゃいますからね、やっぱこれはちょっと怖いことだと思います。やっぱりまだまだね、若い美空で、私はもう50になりますけども、30代40代で先がある方にはですね、お金の問題を早めに解決していただいて、金のことで悩むんじゃなくて、ね、収入源のことで悩むんじゃなくて、仕事そのものに早くね取り組めるようになった方がいいかなと思うんですよ。例えば YouTube も今ね多くの方始めてますけども、 YouTube が仕事になるっていうレベルっていうのはどのぐらいのことなのかってことなんですよね。じゃあ1年でそれができるのかとかね、3年かかるのか5年かかるのか、いやいやそんな時間の余裕ないぞと思ったら、やっぱりね他のことを差し置いてでも密度濃くやらないといけないかなと思いますね。ちょっとこういう言い方を続けると漠然としちゃうんですけども、YouTube なんてね、別にさあ撮るぞと思って撮らなくても大丈夫なんですよ。通勤に車を使っている方だったら、カメラを設置してね、ドライブ動画でもいいわけですし、まあ給料が出たら給料明細を公開するでもいいですしね。それから自分の思ったことがあったら、例えば会社でね、何がしかのエピソードがあって、それについてどう思ったのか、会社ではなかなか言えないことだと思いますけども、いや今日ねこれ会社でこんなことがあったんですよ、会社では言えないんでここで言わせてもらいますみたいな感じでね、特に匿名 YouTuber されてるんだったらそれはねできると思うんですよ。そしたら多くの方がそれに対して、あなるほどそういうのあるよねっていうふうに共感して、そっとね再生数を上げてくださったりとか、そういう方の気持ちとしては、視聴者さんの気持ちとしては、自分の怒りをね代弁してくれるこの同じサラリーマンという立場の人の声をもう一回聞いてみたいなって感じになるんですよね。そういったことで喜怒哀楽、共感を呼ぶっていうような動画も作っていけるんじゃないかなと思います。はい、非常に長い時間のね動画になっちゃいました。私があんまり長い動画を作るとね、それだけ見てる方の時間を取っちゃいますので、この辺にしたいと思います。ぜひね参考にしてみてください。私ももともとサラリーマンでございました。当時はですね、こうやってインターネットとかなかったんで、何の方法も思いつかなかったんで、とりあえず会社を出るしかないなと思って、会社を辞めて、一部上場企業を辞めてですね、で空手、もう手ぶらで社会の荒波に飛び込んだわけですけども、10年間は野立ち回ることになりましたね。10年間一度もプラスになることなくて30代を終えたというね、30代全部を棒に振ったような感じですね。1円も儲からなかったという、逆に借金がかなりできたと、人脈はゼロ全ての人脈を断って30代から40代にこう乗り換えてきたわけなんですけどね。でも40始まった時にこれはやべえと、一心不乱になるものを人生で初めて
見つけないと。まあそれが金稼ぎだったってことなんですけどね。魂を売り渡してとりあえず利益の出ること以外はやらないぞって決めたんですけども、なかなかそれもうまくいかずにね、どうしても人に切られるのが嫌でただ働きをすることもありましたし、これが次の売り上げにつながるんだと信じてやっていたけども、あんまりつながらない。人はですね、無料のうちはお願いしますって言うんですけども、価格をつけた瞬間にさよならって言って去っていくんですよね。でもそうやってふるいにかけないといけないってことは今分かりました。お金を出さない人との付き合いをやれば、お金を稼ぐチャンスを自分は失っていってるんだなというぐらいの気持ちですよね。その代わりお金を払ってもいいような頼れる人間に自分を育てていかないと、それこそ箸にも棒にもかかられるような人生がね、続いていくだけだなというところですね。じゃあこのぐらいにしておきましょうかね。すいません、長々とお話ししました。結果報告の方ありがとうございます。まあ、8月ね、これは目標金額を立てて、それを30日で割って1日1日取り組んでみてはいかがでしょうか。そして YouTube に関しましては3つのことをお話ししましたんで、これを軸にコンテンツ作ってみてください。そして作る時間がなければ、とりあえず、なんかね、ドライブ動画でもいいから上げてみるとか、なんですかね、ストップモーションの画像に自分の感情を吐き出すみたいな感じのね、紙芝居動画でもいいから作ってみるといいんではないでしょうか。はい、ネタは山ほどあると思いますし、どんなものにもファンはつきますんで、頑張ってみてください。それでは失礼します。